くずんだもん、あだちずんだもも。今回お届けするのは2023年1月28日に仙台市青葉区さくなみの湯の町さくなみ観光交流館ラサンタで開催されたほっこりさくなみ雪まつりの動画なのだ。ほっこりするじょ。まずは場所の確認から。ほっこりさくなみ雪まつりが開催されたさくなみは宮城県の西部山形県との県境に近く、美女作りの湯として親しまれている名湯の温泉街。いい湯ばかりだじょ。祭り会場の一つでもあるラサンタは観光交流館として観光案内のほか、お土産などの物販や工芸品の展示、無料の足湯にレストランもあって、近くには NHK 連続テレビ小説マッサンのモデルマッサンこと竹鶴正隆さん、日華ウイスキーの宮城郷蒸留所があるので、人気のウイスキーなども展示されているのだ。お酒は二十歳になってからだじょ。ちなみにこちらはさくなみの名物キャラクターゴリホッコリ。ゴリホッコリ、名前はさくなみにちなんでさくおとなみこなのだ。ゴリホッコリ。さくなみへ仙台駅から公共交通機関で向かうには、鉄道なら JR 仙山線で約40分、さくなみ駅で下車。2024年は駅前より無料のシャトルバスが運行予定。最新の情報はウェブで確認を。最初からバス乗車の場合には仙台市営バス、仙台駅西口10番乗り場から840系統さくなみ温泉行きに乗車。およそ1時間乗車してさくなみ温泉元湯バス停で下車。仙台市営バス、あるいは山高バスで仙台駅前23番乗り場から特急48ライナー村山駅前新城駅前行きを利用。およそ35分乗車してさくなみ温泉バス停で下車。山高48ライナー、仙台駅から乗車する時間や運賃などを考慮して各々お好きな交通手段を選択してほしいのだ。レッツラゴー。ここからは2023年1月28日に開催されたほっこりさくなみ雪まつりの様子をお届けするのだ。ちなみに2024年はほっこりさくなみ冬まつりに名称が変更されたのだ。ほっこりさくなみ冬まつり。Thank you.
次はあなたがレッツだゴー。